よろしくお願いします。すごい、もう今日やりたい。ナイスです。どうします？伊藤和恵ですとは。具体的に、まあでもね、女優さんなんで、はい、いろんなお知り合いから、はい、いろんなダイエットを聞いたりとか、はいはい、実行したりされてると思うんですけど、はいはい、どういうことをされました？今までは炭水化物抜くのとか、はいはいはい、あとはもうなんかコーヒーをすごい飲むのとか、はいはい、無糖の、はい、あと何ですかね、お菓子は基本的に間食は全くしないんですけど、低炭水化物は確かに、はい、これアメリカのデータですけど痩せるんですよ、一時的には、ただ長い目で見たらリバウンドが多いと。ああ、もうそれかな、なんか前、それをやる前よりも太っちゃった、はい、ああ、そうですね、はい、なんか目標達成するまでは頑張れるんですけど、うん、達成して食べちゃうとみたいなところあるかもしれないですよね。全くもう3ヶ月とか抜いてて痩せたんですけど、はい、今度髪の毛が抜けやすくなったりとか、はい、爪が全然伸びなくなっちゃって、はい、折れやすくなったりとか、はい、炭水化物ってやっぱりちょっと体には必要なのかなってその時は。だから難しいんですよね。しかも年取ってて代謝が多分落ちてて、はいはい、本当にこの3ヶ月のジム通いは何だったんだろうっていうぐらい全然成果がなくて、なるほど、わかりました。セレブの中で何が流行ってるのかっていうことを今からお話しますね、はい、もちろん食べ物も大事だし、はい、その運動も絶対大事なんですけど、プラスアルファですよね、アメリカのセレブで綺麗な人が流行ってるもので、一つはこのクールテックって、これはアメリカの会社が開発したものなんですけども、表面の皮膚を温存したまま中の脂肪細胞だけシャーベット状にこう凍らせちゃう機械をアメリカが開発して、この機械は表面の皮膚凍らすので表面の温度が下がって凍るので皮膚が縮むんですよ。だからこれ雑誌の掲載者の二の腕とかを普通に痩せさせると皮膚が余るのに足らないと、はいはい、これ締まるんですよね。すごい、これはやった方がいい。しかもこれ機械当てるだけなんで、注射の針一本打たないんで、これはアメリカのセレブがこれいいよって言って広めちゃって、アメリカではすごい流行ってます。これは何回ぐらいやると、これ1回やるだけでね、だいたい 30% ぐらいの脂肪がなくなる。すごい、もう今日やりたい今日お願いしたい。でもう一個今回お勧めしたい美容的な治療はテスラフォーマーって言って、もともとはリハビリの機械で怪我をした時にそこにこう特殊な電磁波を当てると怪我の治りが良くなると、それの筋肉板で強力な磁力をパルスで与えると、そこが発電をして筋肉の中で血管の筋肉も作れるんです。でそれは僕が得意な若返りの方ですね。だから血管の筋肉も作れるから傷も早く治るってことなんですけど、ただそれの今回は一番鍛えづらいところ、お尻の筋肉とか、あとはこの脊椎の筋肉とか、なかなか鍛えづらい場所、骨盤底筋群って言うんですけど、そういうところの筋肉を椅子に座ってるだけで痛みもほとんどなく鍛えれる機会があります。すごい、それはすごい痩せます、みんな。へ、今日はじゃあ頑張ります。よろしくお願いします。3ヶ月後すごい痩せてるイメージをイメージを持って、その日の体重とスタート時からマイナス何キロかっていうのを送ってくれればいいです、はいはい、これすっごい重要なんですよ、すっごい重要なんです。これ毎日これやってくれるとこれだけでも痩せていく人いるんで、そうなんだ。今逆にビタミンやミネラルとかがちょっと全然足りないのかもしれない。そうすると代謝が回らないんですよ、だから食べてない人で
太ってきちゃうとか食べてないのに痩せないっていうのは大抵そうなんですよ。へ、栄養不足だとね痩せないんですよ、太っちゃったりする。それとそのリベルサスっていうのをちょっと使ってみましょう。はい、これはあの食欲がさっき言ったようになくなってあんまり食べなくなって痩せる薬なんですけど、それ以外にも体の中で少し痩せる方向にインシュリンっていうホルモンを持っていくお薬なんで、それをちょっと期待して出してみます。で、毎日報告ですね。はい、毎日報告、はい、わ、はいはい、かりました。これで多分あのスキャンしてる今、腕、右腕、右足すごい、左足、体幹部、すごい、体幹部、全身、うわ、できた、やばい数字です。どうしますね、やばい数字です。